君、俳優やモデルの仕事をしてるんだっけ？最近仕事の調子はどう？ロハン先生、走ることに集中した方がいいですよ。勝負は受けました。すでに始まっています。この前のようにはならない。徹底的にやっつけてやるからな、岸辺露伴。おい、時速 17.2 キロ、君の体、それ以前と違くないか？名前は確か橋本陽馬君、21歳だっけ？すごいな、その脇腹のところどうやって鍛えた？前鋸筋か？腹筋を割るだけじゃなく、体のそんな位置に前鋸筋が盛り上がって陰影がついてるやつなんて初めて見た。黙って走りなよ。時速18キロを超えました。これは、この筋肉の形、この形は。時速19キロ。露伴先生、前回先生はテーブルの台を一瞬指で叩いて、その振動でリモコンを自分の有利な状況にした。リモコンが先生の指の中へ倒れ込むようにしたんだ。あれは微妙な状況だったわけで、勝負ではない。曖昧さは勝敗ではないんだ。今回はそういうわけにはいかないからな。ちょっと待てよ、これはゲームだからな。ええ、今していることは単なるゲームです。ただの遊びだが、勝ち負けには公正さが必要だ。リベンジマッチならなおさらだ。公正にちゃんと決めなきゃダメだ。リベンジマッチはまともにやるんだ。君がリモコンを取れなかっただけだ。僕をイカ様と非難しているのか？公正のもとにやると言いたいだけだ。何？こいつ何している？後ろ向き、バックでベルトの上を。時速20キロだぞ。バック走で。こんな身体能力だが、何のために？こいつ、なんでバック走している？おい、お前何をして。